キチャンネル。こちら金曜日ソチェックのお時間でございます。ということでこちら佐渡崎徳島の実家の佐渡崎の自分の部屋から今日は撮っております。インディゴソックス対マンダリンパイレーツ独立リーグの解説をね、してまして、まあお盆という言葉に徳島に帰ってきておりますけども、これが佐渡崎の部屋です。はい。さあということでねお送りしていきましょう。まずはねパリーグからオリックス対楽天。9日5対1でオリックス、10日1対2で楽天、11日6対1でオリックス。オリックスの2勝1敗で勝ち越しってなりましたけども、まあパリーグはねちょっと下2つが離れてきてますけど、まだまだねわからない状況にありますけども、一戦必勝。その中でね9日オリックスね、5対1で勝利っていうところで、オリックス先発田島ね、7回102球、5安打6三振、3四球4失点と、左右ね、関係なく、打者にしっかりね、インコースを使って、腕振れてて、ピッチ。ね、楽天のね、先発則本、5回98球、6安打7三振、3四球4失点と、ちょっとスピード切れなし、ちょっと躍動感もないっていうところでね、顔もなんかちょっといつもみたいな、こう、気迫がないね。だからそこら辺が全体的に状態悪いのかなっていうところでね、なかなか本来のピッチングができないっていうね。で、オリックスはね、初回、福田のね、ショートゴロ、小深田、後頭、悪送球、バッと。ちょこちょこあるね。で、その後ね、西野、ね、セカンドゴロ、進塁打、ランナー二塁まで行っててね。で、ワンアウト三塁から長川が犠牲フライと、ノーヒットでね、先制。で、その後も3回、4回とね、着実に効率よくっていうね、3回も、先頭伏見がね、ツーベースを打って、福田がね、送りバント、そして西野がね、レフト、タイムリーツーベースね。この日、西野がいい働き。クッて。ね、5打数2安打2打点とね、久しぶりの先発っていうところでも非常にね、いい形の活躍ができてるかなと。で、中川フォアボール。吉田正尚がね、ライトヒットと、2点取って。で、4回にも、西野がね、タイムリースリーベースっていうところで、まあ効率よく、そして先発のね、田島がいいピッチング。まあ楽天はね、6回に、浅村のタイムリーでね、1点返すけども、まあやっとって感じだから、7回ね、宗のタイムリーで、もうダメ押しっていうところでね、しっかり勝ち切って、楽天はね、ちょっと連打なく、単打になってしまったところがね、得点できなかったかなと。で、10日ね、1対2で楽天っていうところで、オリックス先発山本由伸ね、8回115球、5安打11奪三振、無四球、無失点。完璧。勝てなかったけど完璧。で、楽天先発、唐島ね、5回82球、4安打6三振、1四球1失点と、まあ、カーブ、スライダー、フォーク、チェンジアップ系、低めにしっかり投げれて、非常に効率的だったかなと。あとね、右バッターのアウトコース、左バッターのインコースね、シュート、ツーシーム、何気に良かったね。それでよりね、低めの変化球っていうのも生きたかなと。で、その後ね、リリーフ陣、ピンチ、作ったけども、しっかりね、抑え切ったっていうところは、非常に大きかったかなと。で、西口がね、勝ち投手になって、孫武成つ、宮森、西口、松井とね、ランナー出すけども、しっかりね、抑え切ったっていうところが、グッとリリーフ、ね。で、オリックスはね、5回に、このワンアウトから、大下のね、レフト直撃ツーベースヘッドスライディング。ね。で、紅林センター前で、伏見がね、先制タイムリー打って、まあ、1点取って、まあ、このまま逃げ切るのかなっていうところで、まあ、8回でね、山本は交代。で、ここからね、平野が守護神出てきて、岡島がライトに同点ホームラン、岡島くって、近い生。ね。で、10回には、ワレスバック。押し出しっていうね。渡辺ヒット。で、隅田に送りバントして、小深田アウトになるけども、鈴木大地デッドボール、浅村フォアボール、島内フォアボールと、3者連続四死球で、押し出し、痛い、バット。ね。だから、楽天はね、1回、5回、7回、8回、10回と、チャンス来るも一本です。だからここだったね。まあ、初回もね、ワンアウト1、2から吉田杉本が、アウト。で、5回ね、その伏見が1点取ってからもワンアウト1、2から福田大城が点取れず。7回、大下がね、ツーベース打つもその後、紅林、伏見が得点できず。8回、2アウト1、2から杉本、宗っていうところがね、杉本デッドボールで宗満塁が。この宗の三振ね、あれかわいそうだったね。低かったね。ミットも落ちてたし。それは宗も、って言うよね。あれ低かったね。で、10回、ね、10回裏、ワンアウト2塁から吉田敬遠されて、ワンアウト1塁、小田、宗っていうところが連続三振っていうね、ところで、ここ1点取れてるね、大きかったっていうところと、あとまあこれ結果論だけどね、結果論だけど、やっぱ今のオリックスと順位考えると、やっぱ負けられない。しかも、エース山本では絶対落とせない。115球。結果論だけどね、平野も今年、よくいいからね。でも、完投してもよかったんじゃないのか。結果論だけどね。
っていうね、考察があります。はい。11日、6対1でオリックスっていうところでね、まあ、この日はね、もうオリックス先発宮城、ね、8回108球、2安打6三振、無四球1失点と、非常にグチピッチ。ね、素晴らしいピッチング。気のせいか、知らないけどね、まあタイミングだからね、これも結果論かもわかんないけども、やっぱり俺は伏見、宮城、このバッテリーがなんか呼吸、だからこれね、相性じゃないんだよ。そのリードの仕方をね、わかってるっていうね、だけなの。このね、バッティの相性って言うんじゃない。リードの仕方がね、合ってるっていうところが大きいと思う。だから俺は宮城伏見の方がなんかいいね、感じ的に。のような気がする。まあ結果論だけどね。でもこの試合はね、もう宮城様々よ。楽天はね、ヒット2本。ね、浅間の一発っていうところでね、まあなかなかもうね、それじゃきついっていうね。で、まあオリックスはね、2回に、頓宮がツーランホームラン。頓宮。まあその前のね、紅林のサードゴロ、もうよく取ったけどね、あ、それでなかったアウトだったけどね、まあでも仕方ないか、ね、難しいプレー。その後、頓宮がね、ホームラン打って、で4回にも杉本のホームラン。で、こうね、杉本のホームランだけで終わらないで、その後、紅林がね、ツーベース、そして、ゲン、ね、初ヒット。ね、で、5回にも紅林がタイムリーヒット。で、6回にもね、中川が、ヒットと、効率よくね、点取っていって、ピッチャーしっかり抑える。完璧な試合展開だったんじゃないでしょうか。結果、オリックスの2勝1敗で勝ち越しでした。続いて、日本ハム対西武。9日、5対3で日本ハムサヨナラ勝ち。10日、2対2の引き分け。11日、3対2です、日本ハム。日本ハムの2勝1分けで勝ち越しっていうね。ところで、最近日本ハムね、いい形の勝利っていうのが続きますね。9日、5対3でね、日本ハムの勝ちっていうところで、西武先発高橋光成、8回101球、6安打4三振、1四球、1デッドボール2失点。日本ハム先発伊藤、8回3分の2、128球、5安打6三振、2四球、3失点と。まあ、両投手ともに立ち上がりは球も高く、まあ本調子ではね、なさそうだったかなっていうところだけども、まあ徐々にね、低めにしっかり投げて修正してきて、まあ試合作ったっていうのは、両選手ね、グッと、だったと思います。でも調子自体はそんな良くなかったような感じがするね。で、日本ハムは2回裏ね、ダブルプレーの後に、これ、大きかったね。何気にね、この、清宮デッドボール、で、近藤レフト前ヒット、ノーアウト1、2塁からね、野村が4-6-3、ダブルプレーになって、チャンスついてたかなっていうところで、古川がね、タイムリー、センター、この1点、古川大きい、グッパッティ。ね。しかし、西武をね、5回表に、ワンアウトから相手がセンター前、中村だけはレフトへツーランホームランっていうね、一発で逆転して、まあ、このまま行くかなっていうところでね、8回裏、ね、まあ、こう、西武もね、平がちょっとね、抹消されて、やっとね、松田が帰ってきたっていうところで、この抹消はね、またリリーフ陣バタバタするかなっていうところでね、8回、高橋光成続投でね、先頭野村、レフトへツーベース。で、古川のね、この時のバンド、森が悪送球。タイミング完璧にアウトだったね、キャッチャー前転がってね、バンドが。で、サード投げたら、ワンバウンド悪送球。バッと。あれアウトにしてた、勝ってたね。で、その後ね、万波が三振するけども、代打上川端、レフトへタイムリーヒット。上川端。詰まりながらもしっかり振ったことがね、落ちたね。で、9回表ね、ワンアウトから源田がヒット。で、森アウトになるけども、山川の時に盗塁。ここで盗塁すごいね。俺、1塁入ったら敬遠もあるかなっていうね、感じだから、なかなか動きにくいかなって思ったところで、しっかり盗塁決めて、1塁ね、空いたけども、敬遠しないで勝負。山川が、グッパッティ。レフトへ、タイムリー、勝ち越しっていうところでね。まあ、ここは駆け引きだね。で、俺は敬遠するかなって思ったけどね。で、こう1点取って、まあ、そのまま行くかなっていうところで、ピッチャーね、守護神増田。杉谷センター前、清宮センター前、近藤レフトへ、あ、ライトへ、サヨナラホームラン。近藤。まあ、全体的に真ん中に入ったね。まあ、でもそこをね、しっかり仕留めたっていうところではね、杉谷、清宮、近藤、グッパッティ。ね。この勝ちは大きかったね。あのままスッていくかなっていう感じだったけどね。で、10日、2対2のね、引き分けっていうところで、日本ハム先発上原ね、7回114球、6安打5三振、3四球、2失点と、結構荒れ玉でね、西武打線もちょっと的絞りきれんずね、高めのボール球結構ね、手を出して、ボン出してたのがね、上原の好投をね、助けちゃったかなっていうね。あと、多少荒れてても、しっかりね、腕振って、置きに行くことなく投球できたっていうところもね、この上原がいいピッチングではね、繋がったんじゃ、ないかなっていうところではね、良かったんじゃないでしょうか。で、まっすぐね、フォーク、いい具合にね、荒れて、感じで、でも、しっかりね、強く投げてたっていうね、ところは、グッピッチング。ね。で、西武先発平井ね、
5が102球、4安打4三振、無四球1失点と、カットボール、スライダーと、シュートっていうところで、横幅しっかり使って、カーブとフォークっていうところで縦をもうしっかり使って、この、なんて言うんだろうね、空間っていうのをすごい、前後、左右っていうのをうまく使ってピッチングできたっていうところをね、非常にグッピッチングだったと思います。で、西武はね、3回、4回、ここね、しっかり得点するんだよね。3回もね、2アウトから、外崎からね、ホームラン。でね、4回、ワンアウトから山川、栗山が連続フォアボール。中村拓也アウトになるけども、アウトがね、ライトでタイムリーで1点取って。こういい形で、点は取ってんだけど、まあ、結果から読み解くと、やっぱ1回、5回、8回のビッグチャンスで無得点っていうところがね、痛い。初回もね、外崎フォアボール、源田がレフト前ヒットで、ノーアウト1塁のチャンス作ったけども、森が三振、山川ね、ダブルプレー。でね、5回、先頭川越ヒット。外崎アウトになるけども、源田もヒットで、ワンアウト1、3塁。ここで森がね、4、6、3、ダブルプレー。ね。で、8回、ワンアウトから、源田フォアボール、森ライト前。で、山川フォアボールで、ワンアウト満塁から、栗山中村拓也が連続でアウトで無得点。ここで1点でも取ってたらっていうところで、しかもね、主軸にチャンスね、回してんだけどね、1点取れなかったっていうところはちょっと痛かったね。で、日本ハムはなかなかビッグチャンス作れない中で、5回、近藤がね、先頭ツーベース。で、野村、ライトフライ。ここはやっぱ進塁だ。打たないとね。で、その後ワンアウト2から古川がね、センター前ヒット。で、梅林がタイムリーっていうところで、こちらはね、下位に向かっていってるけど、下位打線がね、しっかり打って1点を取るっていうところは大きかったし、で、7回、ワンアウトから野村がライト前、古川センター前、で、代打清水三振するけども、9番、今川が同点のタイムリーツーベース。だから、こう、まあ、西武ね、2点取ってんだけども、もっとチャンス作って主軸に回してんだけど、1本取れない。日本はもうなかなかビッグチャンスない中で、下位に向けていってるけど、下位がしっかり点取るっていうところではね、非常に、まあ、好対照だったけども、両チームともね、しっかり点取って、っていうところでね。まあでもこの今川のね、7回のライトタイムリーヒット。ライト、アイト、取れたね。前進して、グラブ入ってるもんね、1回。で、ポロッと押して。あそこの球際、取ってほしかったね。まああとはね、まあ粘り強く両チームね、踏ん張って、引き分けになったけども、ここの試合のね、一番のね、このピックアップポイント。ね。8回裏、清宮の。スライディング。これはね、近すぎる、スライディングが。もっと遠目からやんないと。あのスライディングはね、コリジョン前の、俺らの時代のスライディングよ。危ない。よくあれ、源田、怪我しなかったよね。身のこなしでね。怪我しててもおかしくないからね。あれはちょっとね、ひどいね。それはわざとじゃないと思うけども、もっと前から。だから、判断ミスだね。清宮のね。バーッと。危ない。これ以上じゃなかったら普通だけどね。だから俺の時代だと普通。だけど今はルール上ダメ。でも、源田、怪我しないでよかったです。結果引き分け。ね、で11日、3対2で、日本ハムの勝利っていうところで、西武先発松本ね、9回3分の2、112球、5安打7三振、2四球、3失点。ね、最後は、さよならっていうところでね、まあリリーフいっぱい使ってるからね、最後まで球数も考えていったけども、さよなら負け。日本を先発ね、鈴木。6回3分の1、105球。8安打5三振、1四球2失点。結構緩急つけて、まあ、そんなストレートもね、びっくりするぐらい、速いわけじゃないけども、カーブ、スライダー、ふわってなる感じでね、非常に緩急つけて、西武打線ね、翻弄したかなっていうね。で、この試合もね、西武がね、初回、森のタイムリーでね、先制して、いい形で行くんだけども、5回の裏ね、なんと、今川、レフトスタンド、ツーランホームラン。グッズ。打った瞬間ね、今日も下位打線大活躍っていうね。で、7回表ワンアウトからオーレディね、ツーベースで栗山がね、ライト前ヒット打ってレフトにヒット打って、ワンアウト1、3塁から外崎のねタイムリーヒット。でもこの後のねワンアウト1、2塁から源田森がね続けず1点取れない。だからこのね西武はねこの3連戦ねチャンス作るけど取れるんだけどもう1本がね出てないところが勝ち越せなかった要因だね。で、最後は、10回裏にね、今日のまだね、野村がいい活躍、日本ハムは。かなりチャンスメイク。今川の時もね、野村が出塁してからのツーラン。この最終、ね、サヨナラの場面も、ワンアウトから野村がツーベース打って、まあ、片岡、三振。で、今川ね、空いてる、ファースト空いてるから敬遠。で、清水が、人生初のサヨナラヒット。グッと、お立ち台でね、言ってたけども。これだから、野村のね、出塁がね、見逃せない。グッパッティング。
で、全体的にこの試合もね、西武は1回、2回、4回、7回とチャンス作るけど点取れない。だから1回もね、点を取った後のワンアウト2塁で、山川、ウレンティ、もう1本ですね、点取れず。で、2回、オグレディが2アウトからだけど、2ベース打つけども、西川がね、アウト。4回、ワンアウト1、2塁のチャンス作るけど、オグレディ、西川が、ボンダ。ね。で、7回、外崎のタイムリーの後に、ゲンダ、森、1本です。っていうね。だから、これ取れる時にやっぱり1本ってね、取ってないっていうところがね、この西武3連戦、結構際立ったかなと。逆に日本はね、粘り強く戦って、ここっていうところでね、しっかり点取れたっていうところがね、2勝1敗の勝ち越しのゲームになったんじゃないでしょうか。日本、グッゲーム。ね、西武、ちょっと平がいなくてまたリリーフ陣が薄いところがきつくなってきたね。ま、まだまだ、油断できない戦いです。続いて、ロッテ対ソフトバンク。9日0対3でソフトバンク。10日3対4でソフトバンク。11日3対4でソフトバンク。ソフトバンク3連勝！ロッテ3立てされる！っていうね。ところでこの大事なね、一戦、まあね、月曜日の総チェックで言いましたけども、このね、3連戦っていうのは A クラス対 B クラスの戦いだと。ね。B クラスにいるチームは最低でも勝ち越していかないと危ないよっていうところでね、オリックス、ね、日本ハム。勝ち越したね。下位のチームが。ね。ロッテ。3連敗。痛い。はい。もうロッテは1位との差より、最下位、日本ハムとの差が近づいてるっていうね。危ない。これは最下位になったらひどい。まあ、9日ね、3対0でソフトバンクっていうところで、ソフトバンク先発石川ね、8回117球、3安打、9三振、無四球、無失点と。気のせいかもわかんないけども、俺が気になったのは、いつもより腕下げたかなっていう、じゃあ、すごいサイド気味にね、投げたかなっていうところと、この風の影響もあったけど、パワーカーブ、クッと、えげつない曲がりしてた。ね。で、しかもね、無四球大きいね。やっぱ石川が無四球で投げたら、もうこれは鬼かなと。ね。しかもパワーカーブ、変化球もしっかり決まって、素晴らしいピッチングだったんじゃないでしょうか。で、ロッテ先発ロメロね、6回107球、8安打、10三振、1四球、3失点と。いや、粘り強く投げたよ。こちらもね。攻められない。これはね。で、ソフトバンクはね、足を絡めて得点するっていうところでね、3回表、2アウト1塁からね、2エンド2、今宮の打席で、ファーストランナーシュート、スタート切って、今宮がね、左中間に、2ベースを打ってシュート、ホームに帰ってくるっていうところでね、足を絡めていって。で、5回もね、シュートがセーフティーバンド。クッて、ドラッグバンド。ナイスバンド。ね。で、ワンエンドワンから、ね、一塁ランナーシュートスタート。で、今宮が、ライト前、ちょっとセカンドの横抜けていってね、で、右中間抜けるかなっていうところで、マーティンがね、スライディングキャッチでね、止めるのよ。ね、そしたらシュート、一気にホームへ。ぐっそれ。足速いね。で、その後もね、牧原ライト前、で、柳田ライト前でね、もう一点取るっていうね、ところで、この一点がね、非常に大きかった。で、あとはもう、石川が高騰してるんで、パーって投げてね、ロッテ、3安打。じゃ無理です。はい。完勝です、ソフトバンク。で、10日の試合、3対4でソフトバンクっていうところで、この試合もね、足、作戦でソフトバンクはものにするっていうところでね、ロッテ先発佐々木朗希、6回91球、5安打10三振、無四球、3失点っていうところで、ソフトバンクはね、ワンチャンスをものにするっていうね、2回表、柳田ね、カーブ、ライトへ、一発でホームラン打って、で、ワンアウトから、で、その後アウトになって、ワンアウトから中村のレフト前、柳町、センターへツーベース、ワンアウト、2、3塁から、かわせ。スクイーズ。ね。で、ピッチャー佐々木朗希。グラブトスしようとして、ね、グラブに入らず、取れなくて、エラーで。まあ、1点入って、かわせのランナーも残るっていうところでね。これ何が悪いかって言ってね、技術じゃないのよ。判断悪い。あれ多分そのまま取ってホーム投げてても、タイミング完璧セーフ。もうあそこは1点取られても、ファーストをアウトにして、さらに追加点を取られないようにするっていう判断がね、悪い。投げるだけじゃダメですよ。ね、でその後ワンアウト一三塁になって回スクイズ続けてね、しっかりこの作戦クッと3得点ホームラン一発もある作戦もある相手のミスをねついてっていうね、この3得点非常に大きかったかなと。で、8回表もね、周東が、内野安打で出て、今宮バントでね、でここでワイルドピッチだけどもね、ちょっと普通に止めてあれナイスブロッキング、ちょっと前こぼしただけなのに、それで周東が三塁へ、あれ、シュートじゃなきゃ無理だね。グッソーリ。ね。で、その後、牧原がね、センター、タイムリーヒットっていう。
ね、ところで着実に1点取る、足を絡めてっていうところはね、非常に素晴らしい攻め方。で、ソフトバンクね、先発東山、7回101球、4安打6三振、2四球1失点と、ストレートがめちゃくちゃ良かったね、フォーシーム。ツーシームとかシンカーとかにこだわることなく、ストレートがしっかり良かったからの変化球が非常に生きて、グッピッチング。で、ロッテ打線はね、もうね、オギーの一人が頑張ってる。ね。3回ね、安田がツーベース打って、エチバリア松川アウトになるけども、オギーのがね、タイムリーツーベースで、1000本安打。グッパッティング。ね。で、1点取って、で、8回。多いのがね、ホームラン打って、ね、9回、ね、モイネードがちょっとバタバタしてね、チャタリ、レフト前ヒット、安田アウトになるけども、マーティンデッドボール、で、佐藤三振、で、荻野フォアボールで、高部がね、ショートからパイパイパイ、内野安打、で、その後中村ね、チェンジアップ、もうまっすぐ1、2、3で行ったんだろうね、バレリーナ空振りっていうところでね、まあ追いつけなかったけども、荻野はね、この試合、4打数3安打2打点1ホーマー、1人頑張ってる。頑張れ。ね。で、11日の試合、3対4で、ソフトバンクっていうね、ところで、この試合ね、先発、ソフトバンクで4回3分の1、92球、6安打4三振、2四球、3失点と。まあ、まあまあかな。ね。なんか良くも悪くもないっていうね、感じだったような感じがします。で、ロッテ先発種市、3回74球、5安打2三振、4四球、3失点。約700日、700数日、数十日ぶりの一軍の、登板に、なりましたけども、まあ、まあ、投げれたから良かったからね。まあ、こっから応用いこうかなと。全体的にちょっとスピード感というか、キレがなかったように見えるね。まあ、こっから再スタートだね。で、その中ね、ソフトバンクは、もうね、着実に取れるときに点取るっていうところでね、初回、シュートをね、ランナー出て、で、盗塁。で、牧原がね、タイムリーヒットを打っていって。でも、この日はね、ロッテすぐ行くんだよ。ね。この、1回裏にね、ツーアウトから中村ヒット、マーティンがホームラン。だマーティンも、一発ポーン出るけど、ドドドとした、これね、継続してくれるといいんだけどね。で、2点取って、でもね、ソフトバンクはすぐ、2回の表に中村晃がね、ホームランで、打たれたら打ち返すっていうね、同点になって、で、3回表、シュート内野安打。で、まだ、で、ここ盗塁するけどね、アウト。ね、まさかナイスボール。ね。で、今宮フォアボール。で、牧原アウトになるけども、柳田フォアボールのデスパイデンの時にワイルドピッチ。これは止めれます、松川。バッと。ね。で、フォアボール。で、フォアボールっていうね、1、2、3、4、4つのフォアボールって言って、パッと疲れたかな。まだね、ここからまた再始業です。頑張っていこう。ね。で、5回裏にね、松川センター前、荻野のフォアボール。で、高部がね、内野安打。で、ここで中村がね、犠牲フライっていうところで、1点取って、同点。まあ、これもどういくかっていうところでね、ロッテ負けられないぞっていうところで9回、ね、2アウトから、ピッチャー増田、今宮に。レフトへ勝ち越しのホームラン今宮グッパッティング。もう俺ここでね言いたい、右になんであのシンカー投げないんだろうね。いつもスライダーばっかり、この前の杉本にもそう、スライダーで最後ホームラン、同じような球投げて同じように人が違うだけで杉本のデジャブかっていうね、ぐらいの球だったけど、なんで右にもシンカー投げない、もしくは速いカットボール系、全部緩いスラーブみたいな、そういったところちょっと問題あるような気がする。俺は個人的にね。で、ロッテはね、まあそもそももうチャンスに1本出ない。3回、ワンアウト1、3塁から、中村、マーティンがアウト。ね。で、5回、中村、犠牲フライ1点取った後、ワンアウト1、3塁から、マーティン、佐藤としては連続でアウト。で、7回、2アウト、ね、1、2塁チャンス作るけど、マーティンがね、1本出ずっていうところで、チャンス作るも1本出ず。あと、松川、ワイルドピッチとパスボール、バット。守備しっかりやっていこう、せっかくシュートを刺したのにっていうね、しかも今日1本打ってんのにっていうね、ちょっとマリーンズバッテリーミス多いよ、そういったところよ、無駄な1点取られちゃうよ、ね、しっかりやっていきましょうね。あともう負けられないよ、自力 V 消滅してるよ、ね、ソフトバンクはこのね3連勝で一気にね首位へ調子づいてきた戦いだったかなと思います。結果ソフトバンクの3連勝でした。で、続いて中日対巨人、セリーグです。8月9日3対2で中日、10日、1対2で巨人、11日1対6で巨人、巨人の2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけどね、この勝ち越しは巨人にとっては大きいね。9日3対2で中日、この試合 BS テレ東さんで長橋さん、落合さん、里崎っていう3人が放送席に並んで解説をするっていう、人生で初めて落合さんと話しました。はい、っていうね、解説ボソボソっていろんなことをな、そうだよな、なんでこんなの行くのって聞かれながら解説しました。はい。
中日先発柳ね、6回106球、7安打3三振、1四球1デッドボール2失点。まあ、全体的にね、球が高かったかなっていう、コースはね、きっちり投げてたと思うんだけど、あと審判との相性悪かったね。特に対右バッターへのインコースの、ストレート系。まあ、ボールかなっていうところもあったけどね、際どいけどボールだなっていうところもあったけども、ね、なかなかちょっと相性悪かったかなっていうね、ところで。あと中盤以降ね、カーブをうまく使い出して、非常に緩急取れて、好投にね、結びつけたかなっていうね。で、巨人先発メルセデス。4回3分の1、85球、10安打4三振、無四球3失点と、対右バッターに、インコースのストレート少なくて、まあ、スライダーカーブ、チェンジアップ中心、あと外ストレートっていうところでね、この、平時でも、ピンチでも同じパターンっていうところがあるから、これだとちょっと長いイニングは苦しいんじゃないのかっていうような配球パターンにね、見えるね。もうちょっと使ってもいいかなと。ね。そうやって落合さんも言ってました。一緒の意見でした。はい。巨人はね、初回、ね、このワイルドピッチから、まあ、とんでもないワンバンだったから、木下のね、ブロッキング、あれは止めれない。柳、もうだいぶ前でワンバンだったからね。で、これはもう無理だね。木下、仕方ない。ね。で、その後岡本ね、先制、タイムリーヒット。で、3回の表にね、マニュフォアボール。で、2アウト1塁からポランコのね、ライト線、2ベース。ね、こう一塁ランナー一気にホームへっていうね、ところで、よくね、丸は走ったってけども、この時、落合さんがね、ぼそっと言ってました。なんであれがホームに変えられるかなと。俺の時は、ライト線をホームに一塁ランナーが変えるような守備の陣形は絶対取ってなかったけどな。考えられるな。あれだと、点取れなくても勝てる野球ってできないんだよな。ってボソッと言ってました。中日はね、すぐ、取れたらすぐ行くぞっていうところでね、2回、ノーアウト1、2から、レビーラがね、1、6、3、ダブルプレイで、チャンス言えたかなっていうところで石垣がね、レフトホームタイムリー行くって。これもね、石垣ね、低めのスライダーとか、振らなかった我慢して、で、もう、行くことなくなって仕方ないインコース行かなきゃっていうところでね、インコース行ったのが青めに入って、そこをね、石垣がレフト前タイムリーっていうところで、ここはね、非常に自分の打てる球をね、待って打てたっていうところでは、石垣、グッパッティング。ね。で、3回裏、ワンアウトから、大島ね、センター前。で、岡林がレフト線抜けるツーベースっていうところでね、こちらもレフト線上をね、打って1点取り返すんだけども、ここでよ、俺が一番気になったのは、ピッチャー左、バッター岡林左、引っ張らないでしょ。ライト線、行く？そう考えたらよ、ポランコめっちゃ右に寄って守ってたの。だから一、レフト線めっちゃ空いてたけど、逆に、レフトがレフト線、こう、めっちゃ左に寄るシフトで、これ引っ張られてライト線だと仕方ないなっていう感じになるんじゃないのっていう、ちょっと俺はこの時ね、守備陣形、右寄りすぎてんのは、この左対左岡林っていうところは、かなり疑問に残った、この一失点だったね。で、中日はね、5回裏、大島センター前、岡林、三塁ゴロ。でも、セカンドアウトでね、ファーストランナー残って。で、阿部、ショートゴロ。内野安打なんだけども、ショート中山ね、前進してきて、グラブ出して、ポロってこぼして、前に大きく弾いて、ファーストランナー岡林がセカンド回って、そのまま三塁行く、岡林、ぐっそり。この判断ね、素晴らしかった。でも、中山、バーッと。大きく弾いたじゃねえよ。ああいうとこの球際ができるかどうかがね、一軍でのポジションを争う面ではね、大事になってくるのよ。ね。で、その後、ビシエドはね、初球、詰まらされながらもね、セカンド内野安打、よく止めた。ね。吉川ね、止めたけども、これがね、決勝点になるっていうね。あとは、ね、この試合ね、清水、ロドリゲス、マルティエス、中日、グッドリリーフ、3対2、勝利でした。で、10日、1対2で巨人っていうところでね、巨人先発戸郷、ね、9勝9勝できて、3年越しの10勝、おめでとう。グッピッチ。ね。8回138球、5安打12三振、2四球1デッドボール1失点とね、腕めちゃくちゃ振れてたね、いい感じ。しかもフォークボールの落差がね、すごかったっていうところもね、あって、10勝おめでとう。ね。で、中日先発上田ね、7回87球、5安打4三振、1四球1失点と、まあストライク先行でね、変化球もしっかり変化つけながら投げれて、非常にね、グッピッチング良かったと思います。まあ、勝ちつかなかったのはまあ仕方ないね。でね、中日はね、4回、6回、8回、1本出ず、このね、4回も1点止まりね、木下がタイムリー打って、2アウト2、3塁でレビーラっていうところがね、ショートゴロで、追加点取れず、6回、フォアボール、2四球絡めて、2アウト1、2塁から木下、1本です。
ね。で、8回、先頭ね、滝野が、ポテンヒットで出塁して、で、岡林のね、セーフティーバントとからも絡みながら、ワンアウト1、2塁から、阿部がね、三振。で、ビシエドね、デッドボールで満塁になって、木下、アウトっていうね、これ、一本出ず、タイムリー欠乏症。ね。で、そんなことしてたら、ね、9回表、マルチネスから、中田が、決勝、レフトへ、ホームラン、中田、グッパッティング。ね、大きい。巨人はね、2回表に石川のね、先制タイムリーで、いい形で先制しながらね、なかなか得点チャンスね、結びつけられずいた中で、最後ね、一発っていうね。だからまあ、マルディエスも前日ね、いいピッチングしただけにね、真ん中入ったやつが打った瞬間、これはもう中田褒めるしかないね。あと、戸郷がね、8回までしっかり投げ切ったっていうところもね、大きい。その体勢がね、3人で抑えて、セーブ。グピッチ。で、11日ね、1対6で巨人っていうところでね、まあ、この試合ね、先発、山崎伊織。ね、6回99球4安打、2三振、2四球、1失点と、低めの制球力が抜群だったね。だからしっかりゴロを打たせて、しっかりね、ピッチングできたっていうところはね、非常に、グッピッチ。ね。で、中日先発ね、松葉。5回3分の2、96球、7安打、4三振、4四球、5失点と。やっぱフォアボール絡んでくるのはね、まあ、痛いかなっていうところで、巨人はね、初回、先頭吉川センター前。で、送りバントで送って、丸アウトになるけども、中田のね、タイムリーヒット。ここね、インコース、もう明らかに反対方向遅い球コンパクトに打っていこうっていうのがね、見えるじゃん。インコースなの、2球連続なの、ファールの仕方見てたら、もっと行こう。我慢しきれず外振ってね、中田の思い通りに打たれて、それじゃダメなんだよ。もっと、引っ張られてもいいぐらいで、行こう。ここ。ね。そこもったいなかったね。ちょっと我慢しきれずっていうね。中日バッテリー。もし外行くんだったらやっぱボール投げていかないといけない中でね。まあでもこのね、中田が粘ったね。スリーボールツーストライクからなんとかしようっていうね。あの姿勢、非常にグッと、だったと思います。で、4回もね、丸フォアボール。で、中田ウォークアウトになるけども、岡本ね、まあここ敬遠気味に歩かされて、で、大城がね、センタータイムリーっていうところでフォアボールがね、失点に絡んで、で、6回表、ね、2アウト1、2塁から、山崎伊織が、レフト、タイムリーツーベース、グッバッティング。素晴らしいバッティング。ピッチャーに打たれちゃダメダメっていうね、まあ、このイニングね、ほんとその後吉川もタイムリー打って、ね、3点取って、まあ、5点。まあ、これでもう、ジエンドっていう形だね。で、中日は、6回裏ね、1点取るんだけどもね、このノーアウト満塁からね、ビシエドアウトになって、木下ね、1点取るけども、その後レビーラで代打福田がね、得点できず、まあここでね、パンパンできなかったけど、もうこの時点でね、5対0だからね、そういった意味では、ちょっと流れがね、なかったかなっていうね、ところは大きかったかな。あとこのレビーラのね、ファーストファールフライ、中田、守備も、グッとね、だからまあ、攻守にわたってね、中田の活躍、素晴らしかったと思います。あとピッチャーがね、非常に粘り強いピッチング。ドラゴンズはやっぱりタイムリー欠乏症。もう一本っていうところで一本出ないことがね、この接戦をものにできず、ね、負け越したかなと。結果、2勝1敗でジャイアンツの勝ち越しでした。続いて、DeNA 対阪神。9日、3対0で DeNA、サヨナラ勝ち。10日、3対0で DeNA、11日、4対1で DeNA、DeNA の3連勝。タイガース、3連敗。ね、一気に DeNA が2位。ね、首位と7ゲーム差まで迫ったっていうところでは非常に大きい。タイガースはここの3連敗痛かったね。で、まあ、心がね、3対2で DeNA っていうところでね、お互いジョアンミスの失点痛いっていうね、試合展開になりましたけど、DeNA はね、先発今永ね、9回113球、4安打5三振、無四球2失点と、腕もしっかり振れてて、ストレートも良かったし、同じ腕の振りで特にカーブの緩急がついたのが、グピチ。ね。で、阪神はね、2回表、ワンアウトから、糸原ね、レフトにツーベース打つんだけども、レフト宮本、バーッと、前出てきて、バックして、バンザーイ、オーバー、判断ミス、バーッと、ね。で、ヨーカーがね、センター前、タイムリーヒット。で、梅野ショートゴロの後で、木浪がね、センター前タイムリーヒットで、この2点取るっていうところは、非常に頑張っている。しかも木浪ね、中野がコロナ陽性でね、離脱してる中で一軍上がってきて、こういったところ今勝負だからね、結果出していくっていうのはね、非常に素晴らしい。で、阪神先発青柳、6回116球、5安打2三振、3四球2失点と、立ち上がりね、2四球と制球苦しむけども、
まあ、6回2失点はね、さすがよ。最低限の仕事っていうのはね、非常にできてる。ね。DNA はね、4回裏、ワンアウトから牧センター前。で、楠木レフト前。で、戸柱キャッチャーフライでアウトになるけども、宮本のね、セカンドゴロ。ね。セカンド糸原。後頭、悪送球、タイムリーエラー、バッと。でもよ、ファーストロドリゲス。ね。まず取ること考えよ。セカンドランナー牧、三塁回ったとこ止まってたよ。あれジャンプして取っとけば、ね。ランナー帰ってきてなくて、1点取られなかったかもわかんないのに、ジャンプしよう。糸原のコートも問題あるけども、ロドリゲスがジャンプして取ってれば、もしくは、前に行ってこうよりも、上のままね、このままこうと、こう行きならこうじゃったら最高点違うからね、そのままこうっていうね、判断して、カバーしてやればどうにかなったんじゃないのかと思います。で、6回裏もね、牧がツーベース、楠木バント、で、代打オースティンね、ちょっとピッチャーのね、当たって、ちょっと打球変わって、ショートゴロね、アウトになるけども、このショートゴロの間に1点取るっていうね。で、2対2でいって、9回裏、ね、ピッチャー梶谷、楠木フォアボール、デビナイ送りバント失敗、1、6アウト、バッと、きっちりやんなきゃ。でもその後、宮本がバント、ね、執念、ランナーなんとかセカンド行って1点取るぞっていうね。で、宮崎こう敬遠。で、代打太田でできてね、こうワイルドピッチ、梅野、大きく弾きすぎる、大きく。ちょっとこう胸張っちゃったね、大きく弾いて。で、ランナー3塁行って。太田、サヨナラヒット。太田、グッズ。襟付き、胸ガーン、ワイルド系、上げてるね。で、こう、まあ、ね、阪神としては痛い敗戦になったけども、DeNA はね、そういったとこきっちりきっちりいったところではね、あとやっぱミス、お互いちょっとミスね、痛かった。で、この試合ね、面白かったのが DeNA5 回裏ね、青柳、ね、4-6-4、ダブルプレー。セカンド巻き取って、バンドのね、かましてバスターだったからファースト前進しちゃってね。で、一、二塁間寄りの巻きのプレー取ってね、セカンド投げて。で、巻き自分でファースト入ってアウト。ね。4-6-4。ダブルプレー。俺初めて見たかもしんない。これ。グッ。非常に珍しいプレー。見たことない人は見てください。4-6-4ダブルプレーだよ。非常に面白かったね。で、10日、3対0で DeNA っていうところでね、この日、佐々木解説行ってました。はい。MBS、ベースボールパーク。のね、解説で、日本放送制作です。この日ね、DeNA 先発浜口、8回120球、3安打8三振、1四球無失点と、まあ、立ち上がりね、初回ストライクボールはっきりしてて、おやってね、初回思ったけども、2回以降はね、腕もしっかり振れて、特にチェンジアップが、くっと抜群の制球力。あとね、ストレート、スライダーも、絡めながら低めにしっかり投げたい。で、しかもね、スリーボールになる時あったけど、フォアボール出さなかったのよ。この、あ、いつもだったらこれフォアボールかなっていうところで粘り強くそこフォアボール出さないで粘られてもしっかり勝負していってフォアボール出さないっていうね、この制球力非常にグッピチ。ね。で、阪神先発伊藤ね、8回107球、8安打3三振、1四球3失点と、まあ両コースにね、ストレート2シーム、カットボール、チェンジアップ非常にしっかり投げて、もう安定感あるピッチング。もう心配ないね。不安もない。もう抜群の安定感。最後はね、ミスで負けるっていうところでこれはもう伊藤はね、冷められない。なかなかね、両チーム、チャンスがね、ない中で、これどうなんだろうって、これ延長あるなっていうね、ところが、思ってたところで、8回裏、2アウトから、太田のセカンドゴロ、山本、ファンブレーラー、バーッ普通に、投げた、アウト。ね。で、その後、ね、佐野だけは伊藤にもめっちゃタイミングがあってね、レフトへ、ね、初球、ショートダイビングするけども届かず、ね、ヒットで、1、2塁。で、これ、マキ。ツーストライクからインコース。見逃した。ボールかもわかんないよ。この胸元難しいところよ。で、この試合ね、特にね、牧はインコースめっちゃ攻められたんだ。もう一本ね、打ったけども、インコースも攻められてて、背の中でね、このインハイ難しいところを打って、レフト、フェンス直撃にツーベースで、タイムリー。その後、江越がね、三塁投げたら、ちょ、ランナーと重なっちゃって、サードが出れずね、ボート、ね、掘って、この時ね、伊藤のちょっとカバーリングも悪くてね、もうフェンスまで行っちゃって、もう1点入って、で、最後もう気落ちしたところ、宮崎がね、3点目のタイムリーっていう。でもこれ、自責ゼロだからね、伊藤、攻められない。ミス、痛い。でも逆にね、DeNA は、ね、しっかりものにするっていうね、これ、こういうところがね、勝てるかどうか大きいからね。で、この試合ね、だから太田が大活躍なのよ。初戦2戦目だともね、このね、2回表、ライト太田、ヨーカーの、ライトフェンス際、ジャンプ取ってドーンって当たってからのファースト大遠投でノーパンでダブルプレー。くっ、これすごい。この3カード全試合のベストプレーじゃん。この太田のプレー。
見てない人、見てください。このね、もうついでに464ダブルプレーと、この太田のフェンスダイレクトのジャンピング、フェンス当たりながらのファーストにダイレクト送球のダブルプレー、これ見てください。非常にいいプレー。ね。3対0、DeNA の勝ちです。で、11日ね、4対1で、DeNA の勝利っていうところでね、この試合、DeNA 先発ね、石田。7回102球、4安打8三振、1球1デッドボール、1失点と、この右にもしっかりインコース使いながらね、緩急つけて、非常に制球力ね、良かったし、素晴らしかったと、思います。で、阪神先発、最近ね、6回3分の2、95球、8安打3三振、無四球4失点。いや、良かったよ。まあ、負けたけども、そんな悪いようなピッチングにはね、俺には見えなかったけども、阪神はね、初回、糸原の時にね、石田、ボート。止めていこう。ね。で、まあ、1点取ってね、見せて。でも、その後ね、4回裏に佐野がね、ホームラン。佐野もいい形よ。もう、この試合も本当、あったよね。1打席目もね、ライト前ヒットですけども、あれ、角度ついてたらホームランっていうぐらいのね、いい当たり。で、7回裏にね、峯井がホームラン。グッと、打った瞬間だったね。ツーボールからね、積極的に行ったことがね、このホームランにつながって。で、このね、ホームランだけで終わらないで、柴田のライト前。で、ここ、代打オースティンがね、センターへのツーベースっていうところでね、まあこれね、ミス重なってね、島田のファンブル、木浪のね、早期ミスダブルエラーっていうのもね、重なって3点目になっちゃうけども、このね、ホームランの後もね、1点取るっていうね、この追加点力、非常に DeNA、グッド。オースティンが復調してきてね、駒になってるのはでかいね、もうなんかあったら代打オースティンだもんね、相手にとってのプレッシャー大きい。だから阪神はね、まあ勝負どころで言うと、この6回、先頭島田がライト前。で、こう山本ね、バスター仕掛けたりしながら、結局ね、バントで遅れないで、まあ、ロドリゲス、佐藤もね、その後アウトになって、この1点取れず、だからそういう細かいところやっていきたいね。で、7回もね、先頭糸原フォアボール、リオーカー送りバント、で、梅野三振、で、木浪ファーストゴールで点取れずっていうところで、まあ、スタンダードだったバントかもしんないけど、ヨーカーが当たってるからね、このしっかり打って、この3連戦ね。で、あと、対左に対しての成績っていうのが、4割7分6厘なのよ。この対左に対して非常に好成績を収めてる中、ヨーカーこの3連戦当たってる。ノーアウト1塁。まあ、セオリーならバントかもわかんないけど、そっから梅野木浪と下位打線に行く。ね。この状況だったらまだ同点。打たしてもよかったんちゃうかって俺は思うけど、タイガースファンの皆さんどうですか？ねえ。まあ、あとはね、この DeNA リリーフ陣、前日ね、山崎康明30何球投げてるから、俺を見てて、ストレートで、気合、わーって言いながら投げてて、なかなか仕留めきれずね、佐藤にも粘られて、最後抑えたけどね、投げてる中でね、この試合はね、伊勢、エスコアとね、ランナー、出すけども、タイガースがね、そこ攻めきれず、ね、8回にも2アウト1塁で佐藤ね、三振、9回にもね、1アウトからヨーカー、梅のね、連続ヒットで、代打原口、最後ロハスもね、アウトになって得点できずっていうね。なんかタイガースチーム半分っていうね、形だったけど、あとミスっていうね、ところもあって、3連敗っていうところだったけども、DeNA はね、逆に取れるところでしっかり勝ってね、1本、代打、ね、この佐野っていうところがね、太田っていうところがいい働きをしてね、この3連勝は非常にシーズンの、このキーポイントになるような3連勝になったんじゃないでしょうか。結果、DeNA の3連勝でした。続いて、広島対ヤクルト。9日、2対0で広島。10日、4対1で広島。11日、6対3で広島。広島、3連勝！ヤクルト3連敗！いやー、ちょっと、コロナ禍で、バタバタしてて、復帰してきた選手たちがいて、お、これから行くかなと思ったけども、ちょっと、危ない3連敗、2 DeNA と7ゲーム差、なりましたけども、広島の3連勝大きいけども、広島の一番大きいのは、西川の復帰。大きいね。9日、2対0で広島っていうところでね、広島先発森下、9回104球、5安打、6三振、無四球、1デッドボール、無失点、完封です。ね、制球切れ、ストレート変化球、グッチ。ね、立ち上がりからストレートね、しっかり投げて、中盤からちょっと変化球の割合ね、多くして、この配球のバランス考えた、投球っていうのは非常にね、素晴らしかったと思います。ヤクルト先発高梨ね、6回95球、4安打4三振、1四球、1デッドボール、1失点と、まあ、ヤクルト自らの失点っていうところがね、痛かった。まあ、だからこういうね、状況になってくると、まあね、ミスっていうところがね、やっぱこの負けっていうことか、あとミス出がちっていうところもあるよね。で、広島はね、3回裏、ワンアウトから、野間がね、ライトでスリーベース、ライトサンタのね、ちょっとそのフェンス際の処理もたついてね、三塁へ行って、で、菊池のね、サードゴロの間に行って、サード村上ね、よく取ったけども、この、ちょっと若干ジャックルしてね、
ホーム投げて、まあでもこれは仕方ないね。ここで石って。でね、8回裏、ピッチャーね、今野、ヤクルト。ね、秋山、ライト前。この、ライトサンタナ、こいつ、三塁まで進塁される。で、ノーアウト三塁から西川ライト前。痛いね、こういうミスね。で、ヤクルトはね、この日5安打。村上ね、3安打猛打賞で頑張るけども、1人だけじゃ無理。うっせえなし。乾杯です。逆に、広島、完勝です。10日、4対1でね、広島っていうところで、広島先発、クリね、6回116球、5安打8三振、3四球無失点。まあ、めちゃくちゃね、この前に体重乗ってね、踏み込みの力強さ、勢い、グッと。ね。で、しかも、球持ちもしっかり良く、勝負どころでは低めの制球力、グッと。非常にこう、なんか迫力っていうかね、こう力強さ、この前、ね、やっぱこうね、クリっていうのはこの動かしていくタイプだから、若干こうね、こう、回転だけどね、この手の感じだけでなりがちだけど、この人はグッと踏み込んでいくね、あのピッチング、非常に素晴らしかったと思います。で、ヤクルト先発、星ね、3回66球、6安打1三振、無四球1デッドボール3失点。全部、真ん中目へ入っていって、ボールが集まって、そこをね、通打されるっていうね。で、広島はね、1回2回、しっかり得点したっていうところがね、非常に大きかったかなっていうね。初回ね、野間ライト前。で、菊池アウトになるけども、秋山デッドボール。で、西川がね、ライト前タイムリーで、で、坂倉のファーストゴロの間に行って、ね、この時のファーストゴロね、あれ、ホームどうかと思ったけども、三塁ランナー秋山。グッスタート。スタート早かったね。これ1点ね、もぎ取って、しっかりね、2点目を取る。で、2回裏、2アウト3塁から、野間がね、タイムリー打って、1点取って。ね。で、4回、小園のホームラン。これで、勝負だったね。でもね、ヤクルトも勝てなかったわけじゃないんだよ。このね、もう初回のね、1、2塁の攻防のね、明暗が分かれたっていうところがね、広島に軍配が上がったけども、ヤクルトもね、ワンアウト、1、2塁でチャンス作るけども、村上サンタナが続かず、1点取れず。逆にね、さっきも言ったように、1回裏ね、2アウト1、2塁から、西川さん、ね、タイムリー。で、坂倉のファーストゴロの間に1点入れるっていうね。で、ヤクルトは2回、青木オスナが連続フォアボールで出塁するけども、長岡、三振、星、ダブルプレイ。ここね、ダブルプレイ。痛いね。で、3回。2アウトからだけども、山田村上が連続フット、ワンアウト1、2アウト1、3塁。出るけども、サンタナ三振っていうね。だからここで1点でも2点でも取っとけば、状況変わったけども、やっぱ取り切れなかったっていうところが大きかったし、そこをね、クリが粘ったっていうところもね、非常にグッピッチ。グッゲーム。ね。で、8回表にね、ヤクルトは、青木のね、犠牲フライで1点取るけども、時すでに遅しっていうね、4対1で広島の勝利っていうところになりましたね。で、11日、6対3で広島っていうところで、ヤクルト先発サイスニードね、5回3分の2、114球、8安打、4三振、1四球、6失点。痛い。ヤクルト、相性良かったのにね。サイスニード、広島に相性良かったのにね。で広島先発の大村ね、5回82球、5安打2三振、1失点とね、非常に粘り強い投球。グッと。ね。その中で、広島はね、4回、野間2ベース。で、菊池がね、進塁打。こういうところできっちり打つのがね、菊池の素晴らしさ。で、秋山フォアボール。で、ワンアウト1、3塁から西川がライトスタンドへの3ラン。グッと。西川の復帰は大きいね。しかも野間もいい働きするしね、野間、秋山、西川のこの左トリオ、素晴らしい。ね。で、ヤクルトもね、5回表、ね、相澤のパスボールで行って、バッと、相澤、バッと、パスボール。で、6回表、ね、サンタナがホームラン打って、3対2、よし、1点差やと、こっから行くぞっていうところで、6回裏、ワンアウトから、西川、坂倉が連続ヒット。で、梅本アウトになるけども、小園のね、タイムリーヒット。で、相澤が、ここでね、タイムリーツーベースっていうね、しっかり、自分のミスは取り返すぜっていうね。この、でもこのアイザーの人でね、勝負ありっていうね。っていうところで、非常にね、効率よくカープはね、点取り切ったかなと。で、8回の表ね、村上がホームラン。俺は打つぜっていうね、ところで村上、クッパって。頑張るけども、投手陣が崩れて、3連敗。逆に、カープは、ね、いいところでポンと、欲しいところでポン。だからこの、なんか今のカープの試合見てると、開幕すぐのね、カープの戦いの、こんな感じだったね。足も絡めながら走って、しっかりね、進塁打、ものにしながらね、チャンスで一本出るっていうね、で、ピッチャーをね、しっかり抑えるっていうところでは、非常にね、素晴らしい試合展開だったと思います。広島がね、3連勝でした。
さあ、ということでね、まだまだ熱いプロ野球、この週末夏休みのね、3連戦。なんとですね、ここで、すごい、プロ野球、里崎指数、プロ野球、どこが優勝するんだ、法則、見つけました。言い切れます。このチームっていう。その答えは、近日、放送します。来週の水曜日あたりかな。袴田さんとまた一緒になった時に、里崎が法則見つけたんで、その法則で、どのチームが優勝か、どのチームが最下位なのか、わかりました。近日公開、お楽しみに。これはすごい法則見つけたんで。はい。そう、ということでね、お楽しみにしてください。今日最後まで見てくださった皆さん、これが皆さんにとってのサプライズ報告。ね。よかったでしょ、はい、金曜日はね、なんかみんな見ながち。しかも今日3連敗してるチームあるから。来てますか ?3 連敗してるチームの皆さんも。ね。ということで、申し送り事項やっていきましょう。ね。今日からの試合、巨人広島。ね。どちらも好調。カープの皆さん、巨人ね。中田がちょっといいバッティングしてきてるんでね。第91代、4番ね。中田、気をつけていきましょう。だからね、引っ張ってくるときとコンパクトに打ってくるときあるから、そこ見極めながら、インコースどこまで使えるかして、使えるときはもうね、どん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 ね、もう行った方がいい。中田途中で変えてくるようなね、器用なタイプじゃないから、そこはね、見極めてやっていきましょう。巨人の皆さん、カープね、もう西川、野間西川、ここの二人のジョイントがね、すごくいい形で効いてるから、気をつけて。ヤクルト対 DeNA、お、首位攻防戦7ゲーム。DeNA の皆さん、ここ勝負よ。3連勝して4ゲーム差になったらワンチャンあるよ。頑張って。全力で。ね。もう村上ね、なんかあったらもう敬遠しよう。ね。ヤクルト皆さん、DeNA 勢いづいてきてるよ。でもね、佐野、完璧に打ってくる。首位打者。でもね、ヤクルト、皆さん、佐野抑えたらね、村上の三冠王あるから、村上のためにもね、佐野抑えて、打率下げて、そしたらね、勝てます。ね。この3連戦。天皇山ですよ。阪神対中日。中日皆さん。タイガースね、ちょっとコロナで、陽性者で人が抜けてきてて、サドテルも調子悪いんで、ここをね、一気に3連勝したら、A クラス入り望みできてるんで、必死で頑張っていきましょう。阪神の皆さん、もう、ピッチャー頑張るしかない。もうピッチャー頑張って、最少失点に抑えて、その中でね、勝負ついていくっていうところでね、頑張るから。ピッチャーの皆さん、全力で頑張っていこう。もう早めのスイッチで、もう全投力。もうね、連投辞さず。もう今大事。ね。この、今最下位中日に勝ち、しっかり勝ち越さないといけないから。もうね、もう連投解禁でやっていきましょう。パリーグ。楽天対西武。西武の皆さん、楽天ね、バタバタしてますけども、ね。1、2番をね、しっかり抑えていって、やっぱ浅村の前にランナー出さないことが一番の好機。だから、1、2番をね、全力で抑えていきましょう。楽天の皆さん、西武ね、若干、ちょっと、一本出ないで落ちてきてるんで、こういう時っていうのは、先頭バッターをしっかり抑えていくのが大事だから、まず先頭バッターね、全力で抑えていきましょう。ロッテ対日ハム。日ハムの皆さん、ロッテ、ここ、3連勝したら、最下位脱出。で、見えてくるよ。大事。頑張っていきましょう。ね。荻野だから、荻野気をつけて、荻野出塁させなかったら勝てる。ロッテの皆さん、ね。日本ハム、下位打線も熱くなってきてるからね。ね。いい形で来てる。ね。どっからでも点取るっていうね、日本ハム打線。でもここ勝負だからね。しっかり、頑張って、全勢力で行きましょう。ソフトバンク対オリックス。オリックスの皆さん。ソフトバンク結構作戦絡めてきたり、周東の足とかもあるからね、バッテリーしっかりクイックしたり気をつけながらやっていかないと、今ね、策もハマってていい勢いで来るからね、足絡めるスクイズ、いろんなところ気を配りながらディフェンス陣ね、やっていきましょう。1点取りに来るよ。ソフトバンクの皆さん、オリックスね、全体的には一発攻勢かなり来てるからね、しっかり、ね、終盤も諦めないで、足絡めて、今までこのロッテ戦通りの高い方すれば、首位奪還ね、できるんで、このまま継続。やっぱ一番の問題は先発だよ。
先発がゲーム作れるかどうかだね。はい。さあ、ということで、申し送り事項も終わりです。今日は、里崎の実家の里崎が高校生まで過ごした自分の部屋からお送りしました。それでは週末のプロ野球も楽しんでいきましょう。じゃあ、最後に野球部に花束を絶賛上映中です。全国の映画館で見れますから、ぜひ見てください。里崎出演中です。ムービースター目指せ。